雨割り・ザ・ラスト・ヒーローは琉球放送の創立70周年を記念した特別番組で、葛連地区を繁栄に導いた雨割りの波乱万丈の半生を描いた作品です。東京ドラマアウォード2024は優れたテレビドラマを表彰して海外発信を促す賞で、雨割りはローカルドラマ賞を受賞しました。昨日行われた受賞式は、監督を務めた土田剛介さんほか出演者らが出席し、トロフィーを受け取りました。土田監督は、たくさんのキャスト、スタッフたちの熱い思いが詰まった作品です。ドラマを通して多くの人々に沖縄の歴史を知ってほしいですとコメントしています。